でかっ面白いっすよね。これ面白いっすよね。意味わかんないもんな。よっ、こんばんは。そう、数年前にショールームにもなんか加工の機能がついて、やっぱ画面を通すとどうしても実際に見た時よりも印象が変わる部分はあるので、この世は加工必須だけど、しすぎてもねみたいなとこもあるし、今日はすごいなんかあんまりなんか体調があんまりいいわけではなくてですね、だからなんか やね。やなんだろう、なんか普通に暑さのような気もするし、ずっと家にはいたんだけどな。あ、そう、天気、そう、天気もあると思う。低気圧だよねきっと今日ね。てか雨ずっと降ってるもんね。明日の低気圧の警戒がやばいから、もう明日に差し掛かってるから多分悪いんでしょうね。やじゃやじゃ、そう、ツイートしたんですけど、プロセカのガチャがね、昨年じゃねえわ、先月末、6月末からブルームフェスっていう星音の排出率が2倍になるっていう、そういうガチャガチャやってたんです。ガチャガチャっていうかガチャ、いわゆるソシャゲガチャで、私そこそこ貯めてたので全部っぱして引いたんですよ。そしたらま、そうした理由も、あのかなでちゃん、酔崎かなでさんがそのブルームフェス限として出場してて欲しいなって思ってて、でわーって引いたらかなでちゃん以外全部揃ったんです。爆池ビビバス3人と、あとメイコーネーのブルフェス揃って、なんなら同時に2枚出てきたぐらい揃ったんですけど、かなでちゃんだけ来てくれなくて、で150連ぐらい終わって、普通に自分の持ってる無償クリスタルで150連分ぐらいやった時にもうブルフェスは終わっちゃって、であともうその持ってるビビバスのメンツの星4が期間限定として出てるっていう状態になってたんですけど、あと50連したら天井でゲットできるっていう段階まで来たんですね。どうしようと思って、なんかその天井でいわゆるそのなんか保証みたいなもん、保証っていうかな、最低保証っていう点でおいて、こんだけ回したら絶対必要なというか好きなカード交換できますよっていう、でそう150まではそうできたんだけど、
そっからのそのクリスタル調達がまあね、あとじゃあ50連ってことは1万5000クリスタルかみたいな、1万5000クリスタル、うーんと思って、でお金に換算するとだいたい本当に1クリスタルがまあ1円前後なんですけど、だから1万5000円出すのはさすがになと思って、だからいろいろゲーム内のありとあらゆる何ありとあらゆるクリスタル調達ができる手法を使って鍵こう何集めたんですよ。めっちゃその今までハードでフルコンしたら50クリスタルもらえるんですけど、それを全然やってなかったので、最近埋めることしてなかったので、それ全部やって、でエキスパートも簡単なのはフルコンしたら70もらえるので、それもちょっとやって、でサイドストーリーとか見ると10と50もらえるので、うわーみたいな、でなんとかね課金することなく天井できましたね、びっくりそうさすがに1万5000集めるには今言った通りその1曲フルコンしても50とかしかないので、1万5000集めるのは厳しいだろうなとか思ってたら、あまあでも実際は1万5000より8000クリスタルぐらいもともと持ってたのかな、そうそうで、なんかいろいろいろんなおはがちゃとか駆使して意外といけましたね、その新たに課金することなく、もともとプレパスとカラフルパスはやってるので、そうだからちょっとこう優勝ガチャ削った形にはなっちゃったんですけど、優勝クリスタルか、そうで、そうかなでちゃんを天井で迎えましたね、うん、天井はね何回なんかの時に一回やったんだよな、意外とねちょくちょくやるんすよね、そのカラフルじゃねえわ、カラフェスとか期間限定のタイミングで、カラフェスの時に全部っぱして引くみたいなタイプなので、私その期間限定以外はいつか手に入るだろうっていう気持ちでやってるので、この前だ交換したのはなんだっけな、今までで何回かあるけどめっちゃ久々だな、前にやったのはもしかしたらあれかもしれない、ミクさんが2周年か、2周年の2周年のカラフェスのタイミングでミクとルカ姉がカラフェスで、期間限定が、真冬たちの黒百合組だった気がするんですけど、その時は普通に弾いててそう2周年のタイミング普通にめっちゃ弾いて貯めてた分をね、そしたら天井まで行っちゃって、でじゃあ出てないルカネを交換しようっつってルカネ交換した記憶がありますね、うん、カラフェスね、で次のカラフェスは9月末なんで、なのでそれまで私またため期間に入りますね、でも今回ちょっと削り取りすぎちゃったから、いろんな溜まってた潜在的クリスタルをこそぎ集めてきたからだからちょっと溜まりづらいかもしれんね、うん、そうチケット全部使ってね変えられるとかだったらできるんですけど、チケット使えるの10までしかないから、
残り200連分はね引かないといけないので、やっぱカラフェスでしかちょっと弾きたくないですね。すり抜けも来るしどうせ、だから欲しいね。まあ月1で期間限定来るので困っちゃうんですけど、ルカネー弾きましたよ。ウェディングルカネーは弾きましたね。なんかなんでかって言われたら分かんないんだけど、無償に欲しくて。千年生きてるにすごい似合いそうだなって思ったから、当時全然プロセカそんなにやれてなかったのに、てかなんだろう、ウェディングストーリーまだ見れてないのに、そうルカネー弾きたいなと思って何回か回したらルカネー出てきて、お腹いっぱいになって千年生きてる歌わせて満足したことありましたねそう、あとガチャで言うと今ソシャゲだと、あともう一個やってるのはもう一個やってるっていうか、学マスアンスターもねやってはいるけど全然遊んでないな。ちょっと推しがまだ全然出てきてないので、そう学マスのガチャは渋くてですね、確率が低いんですけど、今ため期間でなんか月村手まりの新曲が結構序盤に来ちゃってアイビーは弾けなかったから、アイビーの復刻はもう何年先だろうし、まあそれか篠沢博のなんかをするかって思ってたら、そう今なんか水着のイベントをやってて、でガチャって普通1人をピックアップとか、同時に出てくるイベントで3人ピックアップとか、まあなんかどこの壁もそうなんですけど、そう今回のその学マスの水着ガチャは2シーズンあって、だいたい2週間を2回ぐらい繰り返す形で、何て言ったらいいかな、星 5?SSR か、あの言い方は SSR のピックアップが1人と SSR アナザーガチャが4人いるみたいな、コンプリートするのこれみんな大変だろうなって思いながら見てたんですけど、そうでしかもそれがまたピックアップが別なんですよ。そのギャルが今ギャルが今一人でピックアップされてるんですけど、でそれ普通のイベントガチャのいわゆる引いたらピックアップが高いみたいな、そうでアナザーガチャはもともとこうすでにあるガチャのアナザー衣装、アナザーイラスト&衣装と楽曲もその水着でギャルたちが歌ってる曲をその子も歌ってくれるっていう、そういう分け方でアナザーがあるんですけど、2つともガチャが別だから、だから5人同時にピックアップではないし、まあ、ギャルが欲しい人からしたら別にそれはそれでいいんですけど、そうコンプリートするには結構きつくて、そうそうそう、で私は別にそんなに水着に興味があるわけではないのでうーんと思って、でも月村手まりさんいるなと思って、でなんか結構ねクリスタルが溜まってたんですよ。で結構ローテーションが長いので、だから多分次に手まりさんの曲が出るには早くて半年、早くて半年っていうかもっと多分1年後とかだろうなと思って、でも結構溜まってたんですよ。10連分ぐらいは溜まってて、まあ弾いてみっかと思ってアナザーの手まりをピックアップにして弾いてみたら1連目で出てきて、1連目っていうか10連目か一発で出てきて、そうあれいるやんっていうだからびっくりしたけど、そうゲットしましたね、水着の手まりさんを。
そう曲が何書き下ろしの新曲だから、だから推しの歌声で聴けるっていうのはねいいことなんですけど、そうどっちかっていうと私その衣装とか学マスに関しては衣装とかっていうよりかはトゥルーで見れるライブが、ライブの映像なんていうのすごいんですよ本当に。学マスのライブ映像の完成度はもうめちゃめちゃ高くて、何が好きってね左手でマイク持つんですよ。これね私めっちゃ感動してる。左手でマイク持つのとペンライトが2本の色になってんの、2色。そうだいたいアニメ作品のアイドル作品って利き手の右手でマイクを持ちがちなんですよ。でも私たちのライブ見てもらったら分かるんですけど、逆に言うと右手で踊るから左手でマイクを持つんですね基本的に。まあもちろん新芽の振りがあって変える時はあるんですけど、そう左手マイク持ちで、でそれをそう再現というか、楽バスの、まあ、曲によっていろんなマイクなしのバージョンもあるし、両手振りのバージョンもあるし、あのマイクスタンドで歌ってたりとかもするんだけど、でも左手マイクなんですよね初めの曲とかは。だからすげえねちょっとそこに感動してるんだよね。うん、そうなんかカメラが映り込んだりとか、クレーンのカメラが映り込んだりとか、もうとにかくね学マスのそのトゥルーライブの完成度が本当に高くて、まあ、ちょっと YouTube でも見れるのでぜひ見てほしいんですけど、そうマジでそれ本当すごくて、でしかもそれで自分で好きな風に写真を撮って、まあ、好きな風にっていうか好きなタイミングで写真を撮って、それがメモリーのカードになるっていう、でそれでまたちょっと育成できるっていうところが良くて、うん、そう、いやマジでね学マスの何が好きってそこですね。まあ、キャラクター性も好きなんですけど、みんな個性豊かで、そう。でガチャはだから引きたい気持ち、他の子の SSR とか SR とか全然引けてないから引いて揃えたい気持ちもあるけど、なんかこう推しというか気になる曲、気になるあのボカロ P とかが結構やってるから、なんかこう好きな作曲家さんとかが出てきた時に弾こうかなっていう気持ちですね。プロセカはどっちかというと衣装メインで私は弾いちゃうんですけど、はい、でした。男女読みます。最近のソシャゲ事情13位ヒノヒーナさん、12位ダイさん、11位ヒヨリゲタさん、10位ユキリン55さん、9位トドマルさん、8位ムッチャンさん、7位シンイチさん、6位ゲンゴロウさん、5位トウゴさん、4位 FB さん、3位ヒサキさん、2位ワタちゃんさん、失礼、うん、なんかもうずっと重い、1位突破球さん、ありがとうございます。体がちょっとなんかでも寝すぎちゃったんだよな今日、よくないですね、もう諦めよう。じゃあ皆さんまた明日、おやすみ村。あ、なきちゃんお誕生日おめでとう、イラスト投稿しました、よかったら見てね、可愛く描きました、バイバーイ。